はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、日本と韓国、イギリスの主力小銃がポンコツであるシンプルな証明ということで、まあなんかね、各方面から怒られそうなタイトルではありますが、まあ何をともあれね、この各国の軍で、使用されているその主力小銃っていうのが、まあガンガン銃撃戦をする気のある銃なのか、まあもしくはね、まあポンコツというか、まあ妥協の産物なのかっていうのをまあ見分けて、まあそれを証明していくね、まあ簡単なポイントがあるので、まあ今回はね、それを2点紹介していきたいなというふうに思います。で、とりあえずね、まあ、いきなりオチから言ってしまうんですが、いきなりオチから言ってしまうと、まず1に言えるのが、その国の主力小銃っていうものを、その国の特殊部隊が使っているかどうかというポイントと、もう一つが、その銃は輸出されているか、輸出されているとしたらその量はどれぐらいかっていう、この2つを見れば、まあ、その国の主力小銃が、まあ、妥協の産物なのか、ガンガン銃撃戦をする気のある銃なのかっていうのがわかるよっていう、まあ、そんな感じです。で、まずね、その特殊部隊うんぬんっていうやつから見ていくんですが、その特殊部隊での使用っていうのがね、じゃあ具体的にどういうことかというと、まず最初にね、見ていく国が例えば日本ですね。まあ日本だと主力小銃は、まあ一応89式と20式、この2つがまあ主力小銃になっていくでしょうみたいな、まあそんな感じですが、今のところね、特殊部隊である特殊作戦軍は、まあ前からね、まあ M4 と、HK416 を使っているという、まあそんな感じなので、っていうね、違うやんっていうね、操作系すら若干違うやんみたいな、まあそんな感じになりますし、まあうちの国の隣の国になりますが、韓国もね、まあ主力は独自の K2 というね、アサルトライフルなんですけど、まあ結構ね、89式と似てる部分もある K2 なんですけど、こんなこと言うとまた怒られそうですけどね。まあ K2 だけど、まあ特殊部隊は K2 じゃなくてスカーを持ってたりとかね、して違うようになりますし、まあ K2 もいろいろ改良されてるんですが、まあそれはさておき、あとね、最もひどいのがイギリスですね。イギリスだったら主力は L85、SA80 という銃なんですが、まあ SAS とかね、まあ特殊部隊とかは、まあ L119A1 っていうね、M16 だったりするわけなので、もはやブルバップですらないみたいなね、ブルバップからいきなりね、コンベンショナルタイプにチェンジというね、まあそんな感じで、全然違うっていう、まあそんな感じになりますし、これって、まあ一昔前だと結構もっとあって、例えばですね、フランスもファマスが主力だったんですね。まあ最近 HK416 にチェンジしていくんですが、ファマスが主力で、で特殊部隊は HK416 とかスカーとか持ってるみたいな、まあそんな感じで違ったし、ニュージーランドだと AUG っていうね、まあオーストリアの銃が主力で、まあ特殊部隊は M4 とか。で、ドイツ軍も、まあ今ね、現在更新中なので、更新してる途中だから、まあちょっと何とも言えないですけど、まあ G36 が主力で、まあ特殊部隊は HK416 みたいな。まあそんな感じでですね、まあ各国でね、その主力小銃と、まあみんな歩兵が持ってる主力の小銃と、まあ特殊部隊が使ってる銃ってのには、まあ差があるっていうケースはね、まあ今でも多いですし、まあ探しはいっぱいありますし、まあ多かったわけですけど、昔は特にね。じゃあそれは違うなら違うとして、まあね、違うなら違うとして、その2つを統合しようと、まあ要はね、一般部隊から選抜されてね、希望して、選抜されて特殊部隊になった時に、いきなり使う銃が変わるっていうのはね、ガチャガチャして鬱陶しいので、まあ統合しよう、統合するんだったらどっちに合わせるかというとですね、まあ特殊部隊の銃に合わせるっていうのが、まあ世界的な、スタンダードになってます。フランスもドイツもこれからね、まあ HK416 にね、していこうとか、ニュージーランドもね、まあ、LMT っていう会社の、MARSL っていう、まあ、要は AR 系の銃ですよ。まあ、M4 みたいなもんよ。まあ、AR 系の銃にしようみたいな、まあ、そんな感じだし、まあ、こうやってね、特殊部隊の銃に合わせていくみたいな、まあ、そんな感じになってますし、しかも、もともとドンパチしまくる前提の、まあ、米軍とかロシア軍っていうのは、まあ、主力小銃と特殊部隊で使ってる銃っていうのには、まあ、ほぼほぼ差がないですよねってね。米軍だって、まあ普通のね、歩兵も M4 だし、特殊部隊もまあいろいろいじってるけど M4 は M4 だよっていう、まあそんな感じなので、まあね、こんな感じなので、まあなんていうんですかね、その日本とかイギリスみたいに、まあ無理に国産独自開発にこだわったりとかすると、まあいつまでも微妙な銃を主力小銃にし続けることになるし、まあもちろんそんな微妙な銃を買いたいっていうふうに思う国の軍隊っていうのも少ないから、まあ売れないよねっていう、輸出もされないよね。民間市場での需要も伸びないよねっていう話で輸出されないよねっていうことになって、まあだから、まあうちの国の場合はね、もともとその何ですかね、小銃の輸出っていうのにはすごくハードルがあるので、まあ、できないんですけど、そんなことはね。まあ世界的に見てそういうことができない地域もたくさんあるんですが、ヨーロッパからね、アメリカには売りにくいとかあるんですが、まあそうは言っても、やっぱりね、まあ本当にいいものっていうのは、なんだかんだ言ってなんか法律のね、穴みたいなのがあって、なんかね、まあ勝手に輸出されちゃったりとかするので、まあそういうことがないっていうのは、まあ需要がないんだよっていう、まあそういうことですね。で、まあそんな感じなんですが、じゃあなんでね、その日本とか韓国とかイギリスとか、まあこういう国は、そんなに国産とか、その独自の小銃にこだわるかっていう、まあそういう話なんですが、まあそれにはですね、結構本当にいろんな理由があるとは思うんですが、まず1に言えるのは、その理由として1に言えるのは、操作系が変わるのは良くないという、まあそういう話で、
基本的にね、その軍で使う銃のその操作系、まあ、どこに何がついてる、どこにセレクターがついてて、コッキングレバーこうとかね、まあ、どうとか、まあ、そういうのがね、変えるっていうのはまあ良くないっていう考えがあって、まあ、これを変えてしまうとですね、まあ、今いるね、現役の兵士たち、まあ、自衛官だったら自衛官の人たちを、また訓練しなきゃいけないし、で、退役した人たちですね、まあ、予備役の人なんかも、まあ、なんかあってね、まあ、招集しますってなった時に、招集するかってなった時に、まあね、こうなるわけですよ。昔の銃で訓練したから今の銃はわかんねえなってなるわけですよ。まあ、そんな風になるとですね、またね、まあ、この銃はこっちにね、こういう風についてるんですよっていう風にね、教えてですね、また訓練しないといけないから、まあ、無駄に時間もかかるという感じなので、まあ、だからですね、もうなんかダサくだろうがなんだろうが、もう作っちゃったもんはしょうがないと。もうね、SA80 もね、まあ、80年代から使ってるわけだから、もう作っちゃったもんはしょうがないから使い倒すしかないと。まあ、多少改良するのはまあ、改良するにしても使い倒すしかないという、まあ、そんなね、悲しいスパイラルになっていくっていう、まあ、そういうポイントと、あともう一つですね、その、なぜ独自開発というかね、国産にこだわるかという話で、もう一ついるのが、その日本とか、まあ、あと韓国、イギリスみたいに、その陸続きの国に同盟国がないみたいな場合は、そのあんまりね、自分の国で、まああんまりぶっちゃけいい銃が作れないっていう風になってもですね、なんか派手な戦争になった時に、まあ自国で銃が生産できないと困るよねっていう、まあそういう話で、まあ例えば日本でね、じゃあ仮に HK416 をね、まあ使いましょうとなった時に、ドイツからはるばる輸入することになるので、まあもしですね、派手な戦争になって、そんなヨーロッパからね、遠路はるばる輸入するなんてことはできないってなった時にどうすんのってなるので、まあね、国内の生産ラインを整えてどうするみたいな、まあそんな感じになるので、ってなって、まあそうやってね、ライセンスとか取ってくるとまたお金もかかるから困るねってなるので、まあそういうね、まあ、自国での生産能力っていうのも、まあ、維持する必要性があるっていうのと、まあ、あとはね、まあ、ほんのちょっとのプライドですよね。うちの国も、なんていうんですかね、その、まあ、20世紀後半に特にこの傾向顕著だったんですが、なんか、まともな国っていうのは、なんか、自分の国で主力商事を作るんだ、みたいな、なんか、そんな考えがあったんですよ、昔は結構ね。まあ、今もあるけど。まあ、そんな感じなので、まあ、そういうプライドのために、まあ、独自開発、目はそれして国産っていう銃にこだわっているよ、という、まあ、そんな感じですね。まあ、逆に言うと、国産にこだわり続ける結果、まあ微妙な銃を使い続けなきゃいけなくなるっていう、まあそんな感じで、まあもしかしたらね、日本の場合、まあ20式がね、まあ特殊部隊、特殊作戦軍にも使われるのかななんていうね、淡い期待もありますが、まあ淡いよなみたいな、まあそんな感じでね、まあなかなかね、まあこの主力小銃のね、国産っていうのはね、やっぱり難しい問題なので何とも言えないんですが、まあこんなバックグラウンドがあって、まあ日本とか韓国とかね、イギリスっていうのはなかなかね、あんまり HK416 とか、まあそういうバキバキな銃をね、使うのが難しいという、まあそんな感じになってます。はい。というわけでね、今回この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたらね、まあぜひ高評価チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。